熊野本宮館であります。明日よりここで写真展を開く予定であります。場所はこんな場所であります。いや本当に風鈴が鳴って非常に雰囲気のいいところであります。それではちょっと行ってみましょう。2021年3月11日東日本大震災が10年目を迎えました。もう10年も経ったのか。今考えると2011年という年は特別の年だったのでしょうか。千年に一度の巨大津波、そして2011年9月に100年に一度、60年に一度と言われる紀伊半島大水害が発生いたしました。これらの事象が同じ都市に起こる確率は極めて少なく、天文学的数字になると言います。災禍とは偶然起きるものではなく、因果応報、在所必罰のように起こっているようにも見えます。それが同じ都市に隣接して起きるのはグローバルな地球生命体の悲鳴なのかもしれません。古代日本においては天使の徳の有無についてこう言います。陰陽の状態が変化し、天を感応して吉祥や災禍がもたらされる。南海トラフ巨大地震や大洪水に周期性があることは事実であります。明治22年の大洪水は紀伊半島の村々に大打撃を与えたと言います。住めなくなって廃村に追い込まれた村も多数存在するのです。奥番は明治22年、約123年前の大洪水で寺は流され壊滅的な打撃を受けたと言います。山が突然崩れることにより川を塞ぎ、そこに滞留した膨大な水で天然のダムがあちこちに形成されたのです。奥番は土砂崩れで川の流れが変わり、そこにできた土地に新たに村を作ったという経緯がありました。いくつかの村は村を捨て洪水のない海に近い町に出たところもあったといいます。洪水の危険のある地域には住まないようにするのがいいという考え方はある意味正しいと言えます。村の住民から記録を依頼されたとはいえ、おそらくこの写真展、生涯にただ一度の貴重な撮影になったのではないでしょうか。2011年8月25日、マリアナ諸島の西海上で発生した台風12号。その速度は極めて遅く、ゆっくりと北上し、30日、小笠原諸島で強い台風となります。9月2日、ようやく四国付近に接近し、3日10時頃、高知県に上陸しました。午後6時には、瀬戸内海を抜け、岡山県に再上陸します。その後は4日未明に山陰沖に進み、5日午後3時に日本海で温帯低気圧に変わったといいます。この台風は得意な台風であったといいます。その速度が極めて遅く、長期間にわたって停滞しました。紀伊山地は海からの雨雲がぶち当たり、大雨をもたらします。熊野地方の年間総雨量はあの世界遺産屋久島に続いて第2位だと言います。この大雨を降らせるシステムが屋久島と同じような豊かな森林地帯を形成してきたと言います。そんな地形的な条件と今回の台風の進路が災いして、
紀伊半島は強い暴風雨と絶え間ない大雨に見舞われたのであります。8月30日午後5時から9月5日午前0時までの総雨量は1000ミリを超えたといいます。紀伊半島の地域では2000ミリを超えたとも言います。総雨量は年間降水量の半分を超えました。その結果、和歌山県を中心に全国で死者、行方不明者98人、損壊、浸水、家屋2万6000戸以上という甚大な被害をもたらしたのであります。さらに、和歌山県や奈良県の紀伊半島の山間部では大規模な土砂崩れが発生し、堆積した土砂によって川がせき止められ、天然ダム、いわゆるせき止め湖が多く形成されたのであります。このせき止め湖とは、山体崩壊や地震、火山噴火などの現象により永続的に形成された湖のことであります。せき止められた湖はやがて崩壊し、その下流に甚大な土石流をもたらします。2011年9月4日午前8時ごろ、今回の奥番地区の向かいの山が山体崩壊を起こし、神輿川を塞ぎました。この様子は唯一村人の一人、野下美希子さんが目撃しています。そうしているうち、村は水で満たされていったといいます。美希子さんの証言によると、2時間後ぐらいに、せき止め湖の崩壊が始まり、村を流していったというのであります。今回の写真展は、野下美希子さんの証言に基づいて構成されています。9月4日には、野下美希子さんの証言を伺える講演会も予定しています。ただし、感染症予防対策のため、村関係者や防災研究者の方を対象として、ビデオメッセージのような無観客の形式で開催を予定しています。開催状況はこの YouTube で配信することにより、後のようにこの証言を残していきたいと考えています。2011年から10年の節目に行う奥番集落をテーマとした写真展であります。今後は YouTube で配信しますので、それにより見ていただけるようお願いいたします。熊野親父は和歌山勝手に PR、 熊野古道講座、滝修行旅、紀伊半島の滝など、紀伊半島の滝や熊野信仰をテーマとして、大上チャンネル和歌山という番組を配信しています。どうかチャンネル登録をしていただき、神々の国紀伊半島の歴史をご覧ください。それでは、流された村奥番の写真展の様子をお楽しみください。
うわすごい。